Thank you.
いくつか壊れたデカブスがあるから、それを直していってほしいんだ。ここは時間が来ると節約のために電気を落とすから、早めに終わらせてくれ。頼むぜ。了解了解、楽勝だぜ。いいさ、あんまり調子乗ってるとまた痛い目に遭うよ。効率よく回っていかないと時間が足りなくなっちゃうかもしれないな。格の違いを見せてやる。格の違いを見せてやる。格の違いを見せてやる。頑張るぞ。あ、行くよ。格の違いを見せてやる。僕の番だね。絶対負けねえ。負けねえ。よし、行け。絶対負けねえ。僕の番だね。負けねえ。よし、行け。頑張るぞ。あ、行くよ。前へ進むって決めたんだ。お仕事完了。間に合ってよかった。さすがは国家錬金術師だな。それにしても錬金術ってやつは便利だな。また配属してもらうようにボスに頼んでみるかな。いや、それはやめた方がいいんじゃない。
キンブリーの手によりウィンディを人質としてブリッグズに呼ばれてしまったエドとはある。キンブリーはエドに賢者の石と引き換えにブリッグズで血の紋を刻めと命令する。人質を取られ抗えないエドは了承し、真実をウィンディに告げるのであった。一方セントラルではマスタング大佐が情報収集に精を出し、ホークアイは新たな敵に狙われていた。セリムはホムンクルスだったのだ。その姿はブリッグズ兵を襲ったものとそっくりであった。そしてついにスカーと合流したマルコーとメイ、隠れ家を追われた一行は廃校バズクールに逃げ込む。さまざまな人々の思い策略が入り混じり、北の大地を舞台に事態は大きく、そして急速に動き出す。Thank you.
ここにはろくなものがないな。廃棄されて時間が経ちすぎたか。随分と鼻が利く。その青服、軍のものだな。俺が素直に従うとでも思っているのか。兵士まで木村にするとは。俺が裁いてやる。神に祈る間は与えんぞ。またいいタイミングで来ちゃったな。おい兄さん、こいつらセントラルから。なるほど、キメラだったのか。だったら、やあ、で、出てもらズボンだけだし、それにこんな人間離れした味方なんて知りません。うわぁ、味方のふりして俺たちを食おうってんだぜ。これは戦うしかないね。ああ、得体の知れない相手は疑ってかからないとな。絶対負けねえ。
けられねえ。レチをオートメールに付け替えた俺を舐めるなよ。さて、いい加減捕まっちまえよ。出るところに出て裁きを受けるんだ、スカ。邪魔する者は排除するのみだ。やつの唾液で身動き取れねえくせに。唾液といっても分解すれば所詮液体だ。あっさり復活かよ。戦うしかなさそうだね。決着をつけさせてもらう。エド、動きが止まった。兄さん、thank you.